の現場でアイドル俺らのネタ一切見てないんです。あ、そういうこと。あっ俺らの漫才絶対売れないんじゃないかなってこの間思ったの。あ、急に。そう、この間さ、アイドルの現場の子と一緒に俺らが前座で漫才やるみたいな、はい、あ、まあ、ありますよね、うん、あのすぐサマーバードが呼んでくれてっていう。そう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 。あの時に思ったんだけど、俺らさ、弁護士ネタでやってさ、うん、の弁護士でやってます。で、ボケが俺で、で、無理やり高原の過去の犯罪歴を解散したくないからっつって、うん、無罪だって俺が言い張るみたいな。あー、ありますね。で、ふざけんなみたいな。 で、ね、で、最終的にこっち側がやってたのに、うん、切れて、うん、終わるみたいな、そういうネタやってたじゃない、うん、で、その後にアイドルの子たちとさ、平場で会う時に、うん、あ、どうもーって言って、で、まあ僕弁護士なんでこれこれですみたいなフリートークするじゃない、はい、その時にアイドルの子に、え、本当に弁護士だったんですかって言われて、じゃあ全然ネタ面白くねえじゃんと思って、信じられてないから。いや、どうなんすかね。まあ、あのアイドルの人が言ってるのは、あの現場でアイドル俺らのネタ一切見てないんです。あ、そういうこと。あそれもそれでものすごく悲しいことではあるんですけど、あの僕たちがネタやってる時にアイドルは楽屋で楽しくおしゃべりをしてて、で、あの僕たちはネタが終わってアイドルの場所、現場、アイドルのなんか始まった時に僕たちは見なきゃいけないっていう。じゃあ大丈夫か。売れるよ売れよ